はい、どうも。ここはですね、松戸の市役所です。ちょっとね、近すぎて全体は見えないんですけど、市役所を撮りたいわけではなく、この前にあるこの小さなバスですね。無人の自動運転のバスって言っていいのかな、これの、今なんていうのかな、こういうの無料じゃない、試乗会、なんつうんだろう、どういったのかな、実験的に走らせているので、無料で乗れます。無料というか、まあ本当に試乗、試しの、なんだろう、どう言ったらいいんですかね、どうですかっていう感じで無料で走らせてます。で、ですね、実際乗れるのは8人なんですけど、まあ今は試しなので、係の人は1人と、あとコントロールする人が1人いるので6人しか乗れない感じですね。あ、これ今からね、ラストの今日ラストの1日6便ぐらい出てたのかな、6だか。でこれ最終の便の今乗る人たちのね、説明をしてます。自分はこの一つ前の乗りました。そうですね、どこまで行ったっけな。そうっす、8人乗りらしいですね。で30分ぐらいです。市役所から市役所まで戻ってくる。松野駅の前もと前っていうか近くも通りますし、細い道とかね、通ったりする感じなんですよ。で乗って今オープニングを撮ってるのにもかかわらずもう乗ってるという、この終わってからオープニングを撮るっていう感じで、この後、写真なりね、動画なり、ちょっと、もう喋るのはここだけで終わりですけど、さすがにね、中ね、人乗ってるんで、乗ってる時に喋れないし、まず乗っても狭いので結局正面にいる人たちの顔は映っちゃうしっていう感じで、なんか撮るのはね、別に怒られなかったので正面を逆向きで乗りました。いわゆる新幹線とか電車のボックスシートみたいな感じですね。はい、という感じでこの後見てください。ちょっとだけですけどね。実験なんで、最終的には毎日走る実用化につなげたんですけど、もしよければ、じゃあ、この辺とか、はい、センターまた市役所行って、駅行って。